はい、今回ご紹介するのは三洋の S870、3倍光学ズームのついた機種です。こちらはネットで調べたりしても全然情報が出ず、まあ、出ても、海外のサイトとかが多かったので、日本向けにはおそらく販売されていない機種だと思います。で、8.1メガピクセル、一応まあ最低限の、画質というかは、持ってますね。電池、単三電池2本で SD カード、これは、HC 対応してますので、4ギガ以上でも使える、16とか32とかは使えるかどうか分かりません。で、三脚、一応チャチな作りですけども、三脚もつけれる、カメラですね。では電源入れてみたいと思います。はい、どういう感じかというと、まあ、結構、これ焦点距離が割と長めなので、前に物を置くと、まあこんな感じ。ちょっと、前に使った時にいろいろカラーエフェクト的な、ものを設定してしまってるので写りがちょっと分かりにくいですが、これでまあオートモードでやりますね。はい、オートモードですと普通の色合いになりましたね。で、3倍光学ズームついてますので、ここズームイン、ズームアウト、はい、できます。で、マクロも一応できますね。オートフォーカスついてて、まあでもね、全然合わん。この距離で合わんっていうのは結構問題。全然いけてないカメラですが。ボタンは簡単に、フラッシュ、セルフタイマー、で、マクロ。これは画面の表示切り替え。で、メニューボタン。やっぱり海外向けとして発売された分なんで、全て、メニューも英語で表示されております。英語は、わかりませんが、これぐらいの単語であればかろうじて私でも理解できますので、なんとか使えてます。クオリティ、で、フォーカスゾーン、これ露出補正、これバーストモードっていうのがついてて、まとめて撮影ができるんですね。後で試してみたいと思います。で、セットアップ、デジタルズームできるかとか、まあこの操作音どうするかとか、まあ正直購入した当初は、トイカメラみたいなイメージで、購入しましたが、思ったよりもいろいろ細かいところの設定ができるというので、意外です。で、まあ、これはオートモードですので、設定もさほど多くない、最低限の設定ができるというぐらいですが、これを P モードにすると、ここで、まあ、本領発揮、ホワイトバランス変えれたりとか、ISO 変えれたりとか、一応線まで対応してますが、もう線で撮るとザラザラ 実用性ないですね。で、これマトリックスとか、スポット、アベレージ、これ速攻が選べると。このマトリックスとかっていうの、他に持ってるトイカメラのどの機種か忘れたけど、でも、同じような、マトリックスとかっていう表記があったんで、おそらく、まあ、内部
の、作りは同じ、ものが使われているのであろうと推測しております。で、カラー、セピアとか、ビビット。まあ、ビビット、トイレジ好きな人は、まあ、こういう機能とか結構使ったりするかと思います。で、シャープネス、サチュレーション。サチュレーションっていうのか。これは、サイドですね。で、コントラスト。意外と、こういう感じでいじれるんです。これでマニュアル撮影ができれば、文句なしなんですけど、まあ、そこまでは、贅沢は言えない機種ですね。これ、シーンモード一通り、いろいろありますね。まあ、ほとんどシーンモードは使ったことないですね、他のカメラでも。本当にでもこれはマクロが弱くてですね、全然合わないんですよね。まあ、対象物がペンとか細いものだからこそ合わない可能性もありますけども、マクロ撮影できない、マクロと言えないぐらい、ちょっとダメですね。はい、この前ご紹介しました、ファインピックスを被写体に、ちょっと、おお、今、フォーカスがあった音がしましたが、全然合ってません。こうやってすぐ、このカメラ騙してきますので、気をつけましょう。珍しいですね、こんなに合わないのも。本当に多分15センチとか、ワイタンで15センチまでとかっていうぐらいの、撮影可能距離になると思いますので、今この、レビューしている、机の上では実際試すことはできません。そんなに広くありませんので。腹が立つほど、合わないですね。ズームしてみましょう。まあ、もちろんズームしてなくて合わないものはズームしたら余計合わないという、結果です。合ったふりをしました。あ、合ったふりをしていますが合ってません。これはズームの倍率によっては、ちょうど一番ものが近く撮れるような組み合わせもあるのかもしれないんですけど、そこまで試してません。という、ちょっと、まあ、残念というか、まあ、花とか、そういうものを撮るときには使えないカメラ、風景とか撮る分には全然問題はないと思いますが、あとは、まあ、カラーモードがあったりとか、画質コントラストの設定とか、そういう、撮影する人の意図を 反映できる、機能が割と入っているので、そういう意味では、ただのフルオートのカメラよりかは使えるカメラかと思いますが、そんなに個人的には好きではありません。実際撮ってみた写真は、まあ、こういう、これデジタルハリネズミですね。実際ちょっとこの
iPhone のカメラ越しの液晶越しの写真なんで、正直、全然画質がどうのとかわかんないと思いますが、実際これ、パソコンとか、iPhone で見てみると、割と、ノイズが、カラーノイズが目立つ感じ。多分 ISO はそんなに高くしてない撮影だったと思うんですが、まあね、今値段つけるとしたら多分中古で500円とか、ぐらいのレベルのカメラなんで、そんなもんかと思います。という、三洋の S870 でした。で、一応レンズの説明だけ最後にさせていただきますが、開放で2.8、ワイタ2.8で、テレタ4.9ということで、まあまあまあ、2.8あれば、最低限度の、明るさを保ってると思いますんで、まあ、ただセンサーは豆粒2.3分の1とかぐらいだと思います。ここ一応この角っこに、自撮り用のミラーがついてます。ということで、まあ割と当時、発売は2006年7年とかぐらいだと思うんですが、当時の若者向けにも、一応作られているという自撮りのミラー付きのカメラです。三洋の S870 でした。ありがとうございました。